昨年度初めて1兆円を突破し、4年連続で過去最高を更新したふるさと納税。今や1000万人が利用する人気の秘密は、お得で魅力的な返礼品にあります。例えば黒毛和牛やカニなどの高級食材も実質2000円でゲットすることができちゃうんです。しかし多くの場合、サイトで返礼品を選び、申し込んでから実際に商品が届くまでにはかなりのタイムラグがあります。欲しいと思った時にすぐに返礼品を受け取りたい、そんな利用者の声に応える形で、新たに画期的な方法が誕生したのです。それが現地寄付型のふるさと納税。飲食店などに行ってそこで寄付をすると、その場で返礼品が受け取れるシステムです。沼津市や三島市では今年からふるさと GO という名前でこのシステムをスタート。これを導入したお店の一つが人気のうなぎ専門店、うなぎ処京丸です。当店ではふるさと納税の返礼品としてうな重の飲食代もご用意しております。はい、お待たせいたしました、うな重です。ありがとうございます。オープン。ふっくら焼き上がり、美味しそうなうな重。お店に来て食べたいと思ったら、沼津市へのふるさと納税を使って、この場ですぐにこのうな重を返礼品として食べることができるんです。鼻に抜けるこの香ばしい香り、そしてうなぎのこの優しい旨味、甘み、幸せです。とっても贅沢な時間過ごしてます。お店で食べるとより美味しかったです。そして気になる利用方法ですが、まずお店に置かれた専用の二次元コードをスマホで読み込みます。すると、この店専用のページが表示され、そこに利用した金額を入力します。今回はうな重3608円。すると、これに必要な寄付金額が表示されますので、支払いを行い、最後に確認画面をお店の人に見せれば完了となります。事前に会員登録が必要ですが、支払いの使用時間はおよそ1分でした。こちらとっても簡単です。もちろんふるさと納税で支払った分は自己負担分の2000円を除き、全額が住民税などから控除されるため、年収で決まる限度額内であれば何度利用しても実質2000円で楽しむことができます。こちらのお店ではうな重以外のメニューでも利用可能です。日に日に利用者というのは増えてきております。お客様に好きなメニューを食べていただいて、それでふるさと納税をご利用いただくということで、お店としてもお客さんに満足していただける形としては一ついい形だと思います。このシステムを開発した沼津市の会社は、地元に観光客を呼び寄せたいという思いがあったといいます。ふるさと納税を使って観光客集客ができないかというようなことを考えてリリースをさせていただきました。私たちのふるさと号は現地寄付型というサービスになります。現地に訪問して自治体を肌で感じて、でそこに納得して寄付をするサービスになります。観光型のふるさと納税を目指すふるさと号は、返礼品として観光施設などでさまざまな体験をすることもできます。スカイウォークでは吊り橋の入場チケットと、あとその吊り橋を渡った先で体験できるアクティビティの、ご体験が返礼品として体験できます。ここではロングジップスライドやセグウェイ、バギーなどの人気のアクティビティがふるさと号を利用して体験できます。行ってきます。今年7月に導入した結果、コロナ禍以前 のチケット1年分よりも1年間分よりも7月8月の2ヶ月で返礼品上回ったという、結果が出ております。で、今後も施設として期待していきたいと思います。事前に申し込みをしてチケットを受け取る従来の形と比べて、その場ですぐにアクティビティが体験できる手軽さが利用者には好評のようです。さらにふるさと号はこんな施設でも。
ここでは洋服体験ができるふるさと納税返礼品をやっております。自分で溶接して世界に一つだけのアイテムを作れるアイアンプラネットベースオブ沼津。サイドテーブルにシェルフ、サインプレートなど10種類以上のメニューの中から自分が作りたいメニューを選択できます。初めての人でもお店の方がマンツーマンで指導してくれるので安心です。ふるさと号を導入したことによって全メニューしていただいてからふるさとの返礼品として選んでいただくことができるので結構そういったところメリットがありましたね。現地で実際に見たり雰囲気を確かめてから返礼品を決められる新しい形のふるさと納税。寄付だけでなく実際にその地域を訪れることが新たな応援にもつながりそうです。